こんにちは、ドクターインフル熱血です。はい、まだ2日目ですね。はい、今日は限定クエストを行ってみたいと思います。復刻バレンタイン闘争。復刻か。全12話なんですよ。4話ずつで分けさせてください。回数稼がせてください。いきます。1話。世の中はもうすぐバレンタイン。蘭菊がチョコレートを買いたいと言い出し、織姫と室ヶ谷は一緒に町へと繰り出すが、おしゃべりに付き合うつもりはない。いや、久々にすごい寝てますね。これでもかっていうぐらい寝てますね。長えな。そう、昨日のクラブの生放送の方で新キャラが発表になってましたね。メッセージしようかな。ネムとヤチルとナナオ、それぞれ四白鳥バージョンで。ネムは初のプレイアブルだし、ナナオはバンガサ以外で初めてで、要は四白鳥では初めて。ヤチルも同様にバレンタインだけだったのがついに四白鳥でってとこですね。ナナオだけ遠距離で、ヤチルとネムは近距離でしたね。属性は地と心と即っていうのことだけ覚えてたけど、誰が誰だかちょっと詳しくは動画を見るといいと思います。うん、文章一緒だな。ネムの必殺技が回復プラス全体攻撃プラス麻痺。バトルでいたらもうたまらんやつですね。
まあ、どっちにしてもぶっちゃけ今バトルで必殺を使ったらもうおしまいだから、そんなに変わんないんだけどね。松本も脳内再生有利ですよね。なんか毎回心の位置が落ちるね。そういうもんなんかな。とりあえず4枠切りで3秒かな。やっぱ心が一個落ちるんだね。え、何気にいいんじゃないこれ。心の一じゃあれだけど。次からハードになるはず。よし、じゃあここまでだ。ノーマルがここまでです。3本取りの1本目終了です。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。